今あの本堂に入りました、うん、そうですね、いろいろいただき物をしたので、はい、あのまた後 で、うんですね、あのお知らせします、はい、いやでもすごかったですね、面白かったです、面白い、面白いって言い方はいけないんですよね、うん、いやなので、これからまた回遊するらしいです、あ、回遊してますね、と回って戻ってこられてますね、うん、そうですね、うん、なので、回遊したのまた、はい、お届けしたいと思います、知恩寺のおねりにあの初めて、そうですね、あの知恩寺はね、うん、あの手作り寺っていうのをずっとやってるので、はい、私は何回か来たことあるんですね、はい、その手作り寺、うん、それで、うん、おねりっていうのをある日ねポスターを見たんですね、外で、あでそれがね、はい、ここでやってるのを知らなくて、それであのおねりっていうのが3年に一度、ね、はいはい、おねりがあるということで、うんうん、それもちょっとあのこう今の時代じゃないという、ね、その装束をね、そうですね、うん、で詳しくはあの、うん、ちゃんと今急にあれだったので、そうですよね、あのまた資料で調べて書くようにしますけれども、でもあの体験としては、うん、あの京都にいてこういうことを知らないとかね、はい、いっぱいありますからね、うん、意外と私もっと人がたくさんいらっしゃるんだと思ったら、うん、そうですね、そうでもなかったので3年に一度ってね、もうご存じない方もたくさんじゃいらっしゃるのかなって、そうですね、だからちょっとあのいろいろいただいたんですけれども、こういうものがいただきやすかったという、はい、あのいっぱい人がいると、そうですね、いただきにくいんですけれども、あのこういうものを巻いて、はい、あのいました、どっちが上ですか、ね、こっちですね、ナミヤムダブツと書いてあります、え、こっちこうですね、はい、はい、で、あの、うん、なんていうかな、こういう体験、うん、異次元
元の体験みたいな、ね、そうですね。で私の方が知恩寺をよく知っていましてですね、はい、長くいる古賀さんはですね知らなかったという。一回お参り来たことあるぐらい、うんうん、で手作り市は来たことない、うん、ないですないです。あそう 手作り市もすごい面白い。もうここ古いですね。そうですか、うん、あのここに全部ねお店が出るので、うん、あのもうなんていうのかな、この境内が全部お店になっちゃうっていう感じで、それがどんどん広がってるの。奥の方に行ったりとかね、すごい大きいですね。そうですもんねここね、うんうん、本当に。でもあの、うん、これは、ね、本当は体験できるっていうのをあの後でまた知らせますけれども、はい、どなたでも、うん、体験できるみたいですね、申し込めば。そうなんですか、うん、で、なんで男の方もいましたもんね。あ男性の方が、そうそう、うん、あの装束見せてらっしゃる、うん、女の人と男の人と全然関係ないんですよ。あそうなんですね、うん、そうなんですよ。だから、これは神様としては女性の神様なんです、うん、だと思いますね、うん、ちゃんと調べます、はいはい、そんなこと言っちゃいけない、ここも怒られちゃうので、ね、うんうん、なのでなんか、そういうことが京都はあるので、うん、たくさんね1年通してずっといろんなところでひょっとしたら何かがあるかも分かんないですね。あのポスターがあったりとかするから私も分かったけれども、うん、あの京都手帳ってあるの知ってます？あ聞いたことあります、うん、あれにね大体こういろんな行事載ってて、うん、ちょっと今年買うの忘れてるんですけども。そうなんですね、うん、なんかもともと奈良の方でお練りがあるのでっていう話だったんですよね。そう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 、ね、うん、5月の3日の日に奈良でお練りがあるので、そこに行こうと思ってた、はい、それでちょっと遠いなと思いながら、うんうんうん、でも時間があったら行ってみたいですよ ね、 そうですね、またちょっと違うと思いますけど、ね、京都とまた違うかわかんないですね、うんうん、なの で、 うん、でそれを見てて、それはだからポスターで見てて、なるほど、それで調べてたら、うん、ここにお練りがあるという、はい、私これから東京行くんですけど。そうですよね、これお仕事ですよね、はい、この後ね、はい、すぐに東京で、うん、ここで待ち合わせをしましてね、はい、来ました。でもすごくいい体験ができて、はい、あの良かったです、良かったです、2人で取りに来れて、うん、はい、なのでまた何か探してね、そうですね、うん、あの皆さんにお見せしたいと思います、うん、はい、締めはどうしましょう。どうしましょう、今日はじゃあ知恩寺からお届けいたしました。ではまた来週です。